はい、ということで皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。なんとですね、私の、ハイエースくんがですね、できたよということで ATV 群馬さんの方に、見に来てます。私ね、まだちょっとね見てないんですよ。どんな感じになるのか、非常に楽しみなんですけども、さあ開けてみてみましょうかね。ちょっと開けますよか。ねまだ見てないんで、じゃーん。おおおおお、どっから行こう。うん、こういうね、こうなるボックス、ここね、後で説明します。すごいですね、これテーブルですよ、テーブル。ね、テーブルに、これベッドです。あ、いい感じになりましたね、なんかね、わ、すっげえ、それも結構クオリティ高い。そしてですね、まあ、エアコンはね、前からついてたんですけども、なんとですね、冷蔵庫ですよ、冷蔵庫。すっごいですね、この位置に冷蔵庫が来ております。ということで、いや、ちょっとね、どっから説明しようかなって思うんですけども、まあまあ、今回はですね、そしたら、まあ、今までね、ついてた、商品の方で、まあ、商品というかね、ついてた、装備の方から説明していきたいと思います。ということで、じゃあ今回冷蔵庫しましょう。冷蔵庫でございます。まあ、これね、前にも説明してましたけど、サーフジ電機さんの、冷凍冷蔵庫と、いうところでね、あるんですけども、この位置に来てます。で、実はね、この位置に来たね、理由がね、実はあるんですけども、そこはね、ネギさんの方に紹介していただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ネギさんどうも。めっちゃいいじゃないですか、ちょっと。いいですか？ねえ。もう、イメージ通りになりましたか？イメージ通りというよりも、さらにその斜め上行くような、感じじゃないですか。はい。うん。一応一個一個、あやおさんの、希望を、聞いて、わがまま言った。それを、噛み砕いて、そして、何がしたいのか、一個一個やってたわけなんですけど、はい。まあ、今日はですね、ちょっと全体的なところと、冷蔵庫の説明をさせてもらおうと。はい。で、冷蔵庫を説明する前に、ちょっとレイアウトをですね、説明します。はい。で、まずですね、山本さんがやりたかったことは、この中でデスクワークをやりたいのと、それから、荷物が多少あるわけですよね。撮影の荷物とかね。その荷物を収納するところと、はい、それから、いざとなれば寝られること、はい、そしてワンちゃんと居住できること、はい、それから、めっちゃあるじゃないですか。あと、いつでも快適に、エアコンが一晩中使えること。はい、この辺を全部兼ね備えた形で提案をさせてもらいました。めっちゃ、私があれですね、今聞いたらめちゃめちゃ言ってますね、いろんなこと。いいです、です、はい。それでまあ明るい車内と。うん、まあ、そんなところなんですけど、はい、前回ちょっとエアコンをつけて、この位置につけました。はい。で、この位置につけたときに、両方できるんですよ。こちらのエアコンでもいいし、こちらのエアコンでもいいですけど、うん、先もう、ね、フライングスタートみたいなエアコンを先つけろということだったんで、はい、夏日に加えてエアコンこちらにつけちゃったんですよ。そうですね、先つけましたね。そう、うん。で、この下に本当はデスクを持ってこうとしてたわけです、うん。エアコンの下だからデスクでね、いいじゃないって言ったら、はい、頭ぶつけるって言われちゃったんですよ。そうなんですよ。私ね、結構ここに頭ぶつけてたんで、この下にデスクあるとぶつけるよっていう。そう、うん。で、ぶつけるよ、冷蔵庫を置く場所をちゃんと考えてね、うん、そして、外から物がいられること、うん、そして、めっちゃわがままですね、これ。いろいろ考えたんですけど、これ、うん、まあもちろん、前からおなじみ、二層式の40リッター、はい、冷凍冷蔵庫なんですけど、はい、これってここから行くのに、遠いですよね。うん、そう、遠いんですよ。だから、この冷蔵庫って、どこに使い勝手いいんだけど、そうなんですよ。どこに置こうかが。そう。で、最初はこの下のね、マットの下に置いちゃおうかなって思ったんですけど、それじゃあ後ろのドア開けなきゃ使えないし、うん、そうなんですよ。あと、中でね、デスクワークしてて、使えないから、はい、でデスクがこっちじゃなくなったんで向こうにデスク持ってたわけですよ、うん、でデスクの後ろにじゃあ冷蔵庫、おっとこれで山ちゃんの言ってたエアコンの下通らなくて済むよね、はい、当たらなくなった、うん、でも外から使いたい、でも中は入りたい、これ困りましたよね、はい、で最初ここに置こうかとか思ってたんですけど、はい、そうするとデスクがよく使えなくなって、デスクの下に入れちゃおうかとかいろいろ言ってたんだけど、うん、どうにも上開きだから難しい、はい、周りくどいこと言ってすいません。じゃあ、ここで種明かしします。はい。実は、沢内さんからこういう機械が出て、機械、なんていうんですかね、機械じゃなくて、こういう小道具。小道具。じゃーん、これ、スライドする。見てくださいよ、今。もう一回やりましょう。もう一回やります？もう一回やりましょう。じゃあ、引っ込みまーす。はい。
シャン、そう、なんとね冷蔵庫動くんですよこれ。山ちゃん、もしよかったら向こう側に行ってもらって、うん、冷蔵庫全体が動くとこちょっと、ああ撮りましょうかね。ええ、まずだからここは通路として上がれなきゃしょうがないわけですよ。はい、上がるところに冷蔵庫あったら邪魔、うん、だけど外から冷蔵庫使いたい、ここにこうやってスル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 と冷蔵庫自体が動く。おお、しかもこの位置で固定してます、はい、一応は、うん、ちょっと今出した時は少し片付けがあります、うん、ですが走る時は落としちゃうかなわないですよね。そうですね、見てください、ガシャン動かない、はい、確実にホールドされてる、うん、どうですか。多分ね、今根岸さんがいる位置から冷蔵庫の中取り出そうと思うと大変でしょ、はい、大変ですよ。こうやって来て遠くのものはちょっと無理ですよね。なんかすごいこうですよ、なんかすごい、その中までじゃあこうやって出れさせて、こうやって出すのを、はい、ここまでしてるの嫌ですよね、うん、で買ってきたものをよっこらせってこうやって入れなくちゃいけない、うん、これ難しいことですね、ちょっと入れづらいですよね。そうですが、うん、前に出してしまえば、うん、普通にこうやって入る、下まで。素晴らしいですよ。そう、外からアクセスするときは引き出して使う、うん、で中で使うときはしまったまま使って、うん、で自分もこうやって入れる、ここがね通路になってるわけですよ。どうです、ね、非常に画期的なんですけど、はい、ネギさんもともとなんかこのサファジネギさんのこのスライダーみたいなやつって知ってたの？これまだ日本、未上陸だったんですよ。ってことは何、海外ではあったってこと？これね、オーストラリアで製作してるようです、うん、あ、そうな、オーストラリアね、なるほどね。この冷蔵庫自体が、うん、今日本では同時発売だったのかちょっと分かりませんけど、はい、オーストラリアでは大ブレイクしてるそうですよ。あ、まあ向こうね、やっぱりねキャンプというかね、その、はい、ね、遊びに行くのにこうね、それこそ、うん、ね、車の後ろに積んでこう引き出すみたいな感じですよね、はい、これね。そうなんです、これが SUV みたいな車、うん、ランドクルーザーみたいな車の後ろのドアを、はいはい、開けると開けて、ね、これがあって引き出して使うっていうんで、この下のね台ね、およそね、なんか話だと5万から6万ぐらいじゃないかって言われてますけど、あ、向こうの価格で ね、うん、で、まあ、輸入もあるんですけど、ちょっとはっきり、まあ、日本価格はまだ設定されてないんですけど、早くエアコンつけろよ、うん、早く、めっちゃメール来たそれ、めっちゃメール来たそれ、それで、どん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 やってきて、うん、もう言うがままにどんどんやってきたら、結局最高の場所に冷蔵庫が、そうですね、これね、あのね、本当にね、あのこういうところで、ね、人がちゃんと通れるスペースが空いてるし、ね、もともとだって純正の椅子がついてるから、この幅はね、あるんですよ。そうで、ここのところ通るっていうのは、もともと純正の車もここの間を通っていくわけですよね。そうです、そうです。この幅しかないんですよ、この幅しか、うん。で、この幅で幅を確保できながら、うん、外から冷蔵庫が取り出せるとっていうところで。ということで。はいはい。これでも何、あの、今ちょっとこう、はい、こっち回ってみますけども。あ、はいはいはい。どうぞ。これあれですよね、レバーで動いてる？レバーでロックがかかるの、これ。わかる？あ、はいはい。これ。映るかな？はい。そう、うん、でこのレバーは来た時はね、逆についてたんです、逆に。あ、こっち側にね。そうそうそう。でここについちゃったら収める時に手が届かないから、うんうん、こっちに移し替えたんですけど、あ、これ療養できるんだと、うん、って思って、うん、まあ、どちらでも療養できて、さらにこれはもっと実は引き出せるんですよ。あ、これはね、もっと引き出せるんですよ、十字架と。あ、この位置で止まってるわけじゃなくて、もっと長いんだ。そう、あ、そうですよね、まだ余裕ありますね。そうそう、なんですけど、うん、ここに、あの、実は山本さんの車はここにシートがありますので、そうですね、ここで止まるように穴を一箇所開けて、あ、開けてもらったんだ。開けたんです、ここで止まるように。わかるかな、あ、今止まってますね、これね。そうそう、うん、止まるように穴を開けてやって、この前後をすると、ガシャンときっちり止まると。これよくできてるんですよ。この最後見てください、この三角のコマがついてるんです、この後ろ。どこどこ分かるかな、あ、コマね、はいはい、コマが最後ずっと行くと、うん、ガチャンとなって、これで両方にコマがついて、三角のコマがついてるんで、これでガタつきがない。おお、ほほほ、すごいですよね。おお、あ、よく考えてる。そう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 。山本さん、それで、山本さんが実はリクエストがあった、ちょっと冷蔵庫が思いっきりここに被ってるものがありますよね、これ。そうですね、それはあれですね、冷蔵庫余計？冷蔵庫余計じゃないです。ワンちゃん余計じゃなくて、ワンちゃんが必要なものですよ、これ。そうなんですよ。これね、実はこういうふうに、冷蔵庫の下にスッて刺して、そうなんですよ。あの、ここに、あの、山本さん家のお寿司くんが、ここでお水を飲む。そうなんですよ。後ろにこの、ね、水飲み場がね、実はね、そう、あの、多分ね、
皆さんなんかそのプラスチックの水飲みケースみたいなひょっと置いてたりとかしてるんでしょうけど、はい、あんまりやっぱりね動くんで邪魔なんですよ、はいはい、そこでねあの水飲みねあのなんていうのかなボトルを刺してここにボトル刺すんでしょ。そうそういうのがあるんですけど、ここにこう刺しとけばこれがうちの高橋さんがちょっと考えて、そうなんです、ね、山本さんこれねこの網も網そうそう網ね網持ってきてこれをどっかにつけてほしいんだよ。そううちの高橋さん考えましたよ。もう本当に非常にあれですよね。もう私のわがままばっかりです、ね、この隙間があることを発見しまして、うん、その隙間にさせるようにこれね、そうですね、もうでこれスッて刺すわけ。そしたらどうです山ちゃん、これ独立するんですよ。そうなんです。いや最初ねこれ見た時にペットボトル刺すの結構大変かなと思ったら、そうですね、うん、で本当はさっきから やる時はこれ外しといて、うん、この状態でそうそうお見せすればよかったんです。見せるからね、これはね、そうするとね、うん、これねなんかさっきの、 あの網がオプションっぽかったですよねなんか網みたいなね。まあ一応だからこういう感じで、でこの後ろの線もですね、うん、一応ここもそうなんですけど、絡んじゃうんでこういう風に、うん、そうそうそう、まあここのねこうちょうどエアコンのいろいろねなんか、はい、あのブレーカーみたいなのがあったりとか、あ中身のあれですよね、室外機に入っている、うん、回路ですね、がねここにあるんで、まあこれもねあの逆に言うとそのままだとね当たったりとかする可能性もありますけども、はい、これで冷蔵庫でねちゃんと隠れるっていう、そうなんです、ところで感じです。いや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 、これはもうちょっとね非常に便利。これでもここハイエースにこの位置つけるのが多分ベストですよね。こうやって固定できるし、多分スライドドアのそばにつけるっていうのがベストなのかなね。で取りやすいし、そうなんですよ、うん、この車ならではなんですよ、ね、実はこの後ろ、うん、なぜこの後ろなここがここなのかっていうと、うん、実はここから後ろにはタイヤハウスがあるんですよ。あ、そうですね、今ちょっとねベッドの下のね台みたいなのがこう入ってますけども、でここはどきますけど、うん、タイヤハウスが実はここにあって、はい、タイヤハウスよりこっちには持ってこられない。ああそうですね、でそこのところにギリギリ、まあ、この箱を作ったわけなんですね、はい、だからスーパーロングで最高の位置じゃないかなって思う。そうですね、はい、そうですね、そんな感じになりますよね、うん、で山本さんはこの中に、うん、約2000ワットのインバータが入ってるんで、はい、このエアコンも使い、うん、このエンゲの冷蔵庫も使い、ちょっと開けてみますか、見えますか、ね、あ、ここが開けたいですね。そうそう、2000ますよ、じゃん、そうそう、ここ見てると手掛けがこうついてるの、フラットで手掛け、あー分かりますね、ほら、あ、そうですよね、手入らないですもんね。そう、あ、ここにバッテリー入ってんだ。そう、3個バッテリーそうなんだ、そう、あのバッテリーどこに行ったのかなと思ったらもうギリギリでした。すごい、ここタイヤ、本当だ、タイヤハウスここにある。そう、ここギリギリなんですよ、うん、で2000ワットこんなでかいんですよ。ですね、でバッテリー3つですもんね。そう、バッテリー3つ、31のバッテリーですね、うん、110アンペア、うん、それでおっと入らねえじゃんって思ってここに吊る下げ式の外部充電器、あ、外部充電、はい、もうギリギリやりましたね。すごいですね、このレイアウト、はい、で、うん、この止め方もうちの高橋さんオリジナルですね。こうやってねパタパタっとカシャンと、そう、これね、これだよ。で一枚板を取るためにここ手掛けがついてる、ついてるっていう、これちょっとねアイディアですね。アイディアです、はい、ねえ、普通なんかそのままでこうやってどうやって開けようみたいな話に、ね、はい、なっちゃいますけど、そうですね。で同じくここタイヤ差あったでしょ、はい、だからここのところに何もできないからフラットの板にしたけど、それじゃ脳がないので、うん、はい、ここにコンセントさせてましたね。そうなんですよ、コンセントもうね、もう私ね充電するんでコンセントいっぱいつけといてっていうね。そう、だから下置きで、まあ後ろからもここに置いとけばテーブルアップ出してね、うん、コンセントできると。でこの上はどうですか、いきますよ、はいはい、自動、あ、ゆっくりゆっくり優しい、いいですか、自動ゆっくりゆっくりで、あ、こういうやつがあるんですね、ゆっくり開くやつね。そうなんです、これ高級ですよ、すごい高級なやつなんですね。え、そう、すごいですよこれ、そう、ゆっくり、そう、ゆっくり、うん、でもなんかバーンとか開いてね、なんかあの味気ないより全然高級感出ますよね、うん、今回ちょっと紐っていうのも考えたんですけど、はい、わざとこれにしました、はい、ねえ、いや素晴らしい、ゆっくり開くのがなんかもうすごい高級感いっぱいで、さらにここのところ引き出し、あ、引き出しですね、そうっていう感じで仕掛けてあります、はいはい、で、あとベッドサイズなんですけど、ちょうどここでですね、はい、1m35cm、
1m35、はい、ちょうどね見ていただければ分かるんですけども、このガラスのね、あのなんていうんですかね、そのフレームっていうかに合わせてこう位置づけしてもらってるんで、高さはねこんな感じです大体。今こうあのネギさんね、はい、縦膝ついてるような感じですけども、そうですね、うん、ここで大体横で 1m80 以上取れてると思います、はい、この車はデラックスなんで、うん、内装がないんでもう、ま、ちょうどガラス内々で、そうですね、 1m80cm ぐらいと思っていただければね、はい、と思います。はい、こんな形で素晴らしい、このレイアウトどうでしょう。あ、そうそう、ここにデスクがあるんですね。そうですね、デスク、これね、私がよくねデータコピーをするんで、そう、パソコンのね作業がしたいっていうとこなんですよ。でこれでなんかそのね、あのテーブル作ってねっていう、そうですね、もう私が言ったのはそれだけです。でここの上に、うん、一応そこにもねコンセントがあるんですよ。コンセントがあって、はい、そしてこれはね何のスイッチかっていうと、はい、これはナビゲーション立ち上げるスイッチなんですよ。あ、ナビのね、そうだから簡単に言うとこれが Wi-Fi の立ち上げスイッチみたいな。そうなんですよ、いちいちね巻いてというかね、そういうことしなくていいと。で山ちゃんのこれがです、引き出し、はい、この引き出しもちょっといいですよ、スーって。そうなんですよ、わかりました、今わかりました、ちょっと今そうですよ、スーって言って、そうですよ、別に自動ですよ、スローモーションでしてるわけじゃないですよ、ほら自動に引き込む、ね、そういうのもあるんですね。あるんです。あとはここはそこなんですか、ドーン、電子レンジです。そうなんですよ、もうねこれでね車の中で煮炊き、はい、ね、しなくていいよと。そうで電子レンジとかも例の機械つけようと思ったら、うん、幅が狭かったんで紐になっちゃいました、申し訳ないんです。 あれねそうそう、まあ、もともとこんな紐だったんですね、そしたらね、そうそうそう、おー、こういう感じでね、うん、そう、はい、レンジですよ、ピーですよ、はい、すごいですね、もうこれでねお弁当なりいろいろね、はい、温めできるんで。でここにあると一つだけ問題があるんです、はい、ほう、この箱は何か、何暖房なんて、暖房、ああ、あの純正のヒーター、そう、それなので、うん、ここの間が空いてるんです。あ、そうなんですね、あ、これで出てくるんだ、ヒーターが、まあ、両方から出てくるんですよね、はい、はい、そう、あ、それで下が空いてるんですね、下が空いてるのがそのため、その理由、その理由なんです。おお、はい、いや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 、これはでも素晴らしいですね、はい、そうですね、うん、で、あとは山ちゃんが好きな高さの椅子を、うん、そうですね、これでできると。そうですね、今ね、ちょっとね、こう椅子がない状態なんで、そうなんです、うん、で、こことここを使うそうです、山本さんは。そうなんですよね、まあ、ね、仕事してる時は誰も寝てないんで、はい、うん、まあ、テーブル代わりにとか、ね、あの作業台として使えればというところで、はい、はい、まあ、こうやってね、もうそれこそね、上のこの明るい LED の電気からで、夜モードもできるんですよね、これでね。あ、そうそうそう、こういうね、ちょっとね、で、こうやって、あ、ごめんなさい、これはこれで消して、で、消して、これで、そう、今ね、ごめんなさいね、このね、撮影のね、照明を焚いてるんですけども、一回消してみましょう。こんな感じです。そうで、明るければこういうふうに明るくなります。そうですね、これが全開です。全開だとピカピカするんで、そうそう、こうやってゆっくり、こういう調光付きです。はい、で、あとは全開、こういう白いです、これもあります。はい、はい、っていうところで、まあ、私のわがままに、私のわがままに、ネギさんが付き合って、くれた感じですけども、そうですね、もう想像のね、遥か斜め上いく仕様に仕上がったんで、私は非常に満足でございます。ここもね、お寿司くんのプレゼントですね、もの。そうなんですよ、そうそう、剣、あ、もう入ってますね。そうですね、トイレットペーパー入ってます、はい、で、この上にお寿司くんの寝る、そうです、マットがね、ベッドね、マット、マット、ベッド、マットをね、こう、はい、敷いて、お寿司くんの旅をするというところでね、またそのね、旅の模様はまた別な映像でお伝えしてみたいと思いますけども、はい、いやいや、ネギさん、本当になんか今回どうもありがとうございました。あ、やっとできました、ありがとうございました、ね、またまだまだ多分私のわがまま出てくると思いますんで楽しみですねでもね、これね、お客さん、例えば、うん、ね、冷蔵庫だけつけたいよとか、ベッドだけつけてよとか、そうですね、ね、個別でこういろいろオーダーなんかも大丈夫ですよね。大丈夫です、わかりました。まあまあ、でもね、こういう形で綺麗に仕上げてもらうことも可能なんで、ね、冷蔵庫だけっていうんじゃなくて、逆に言うとね、内装を作って、まあ、これハイエースのね、スーパーロングのワイドですけども、違うね、当然ハイエースなんかでも作業できるんで、はい、ね、あつらえます、はい、そこら辺はお問い合わせくださいというところで、ありがとうございます、はい、
まあ、ネギさん、今回どうもありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくね。また頑張っちゃいます。はい。と、はい、いうことで、今回どうもありがとうございます。ありがとうございました。